レスリング柴田三條。はいどうも、柴田です。僕が触れよう触れようと思って、まあでもちょっとまだこう動きがありそうだから、どうしようどうしよう、触れようかな、いつ触れよう、いつ取り上げようと様子を見ていたらですね、どん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 話が転がって、もはやわけわかんないところに着手した、小林麻耶さんについてのお話を、今改めてしたいと思います。はい、まず、話を整理しましょうか。小林麻耶さんのことを僕は結構前にですね、数年前に取り上げてるんですよね。でその時はなんか朝の情報番組かなんかを降板してですね、降板させられてですね、小林麻耶さんが。で、で小林麻耶さんの所属している芸能事務所ももう彼女のマネージメントが不可能な状態になったということで、小林麻耶さんを事務所がまあ手放したというか、放流した。はい、で、まあ、その背景にはどうやら、その時の旦那さんが、まあ、いたこととか、まあ、麻耶さんの精神状態みたいなものがありまして、で、まあ、どんな感じだったかというと、旦那さんが国光明さんという方で、職業が宇宙ヨガインストラクターという肩書きの人でですね、で麻耶さんの精神状態もなんかちょっと、まあ、病名を出すのもちょっとあれですけども、まあ、統合失調症を匂わせるような、まあ、ちょっとなんかこう、妄想的なお話をしたりだとか、まあ、なんかちょっと危うい感じの雰囲気だったので、まあ、小林麻耶さんがちょっと洗脳されているのではないかみたいな、噂がちょっと流れたんだよね。でそれを確か俺数年前の動画で取り上げたんだよ。で取り上げたらなんか小林麻耶さんと旦那さんが、柴田さん動画取り上げてくれてありがとうございますみたいなアンサー動画を数年前に、僕宛てに配信してた気がするんだよな、あの二人な。で僕はそれを見て、うわ怖い怖い怖い、もう怖い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 、もうフレントコフレントコっていうところが、これが数年前です。はい、数年前なんですけども、わりかし最近ですね、また小林麻耶さんに動きがありまして、元夫ということで、国光明さん、宇宙ヨガインストラクターの旦那さんとなんか離婚してたんだよね、いつの間にか。でいつの間にか離婚していたんだけれども、その元旦那さんの YouTube チャンネルで、海老蔵さんの、そう、小林麻耶さんのお姉さん真央さんという方がいてですね、でこの旦那さんが海老蔵なんですけど、まあ、真央さん皆さん知っての通り、ガンで数年前に お亡くなりになったんですよ。でその、まあ、海老蔵さん義理の兄にあたるのかな、まあ、姉の配偶者である海老蔵さんの、まあ、暴露を、その YouTube で始めたと。でその YouTube チャンネルが完全に海老蔵の暴露チャンネルとなってですね、まあこう小林真央さんが生きていた時、の、まあ、海老蔵さんのことですとか、まあ、いろんな暴露をね、その YouTube チャンネルでしたんですね。まあ、まあどういった内容かというと、まあ、真央さんが癌で闘病中に海老蔵はまあ、病室に5秒と入れなかったと。で、こう真央さんの病室に海老蔵がいる時はなんかこう競馬新聞を見てですね、その競馬を楽しんだりとかしてたし、あとは真央さんが亡くなった後、あ、こんな高いマンション買ったばっかりなのになみたいなことを、なんか真央さんのお父様がねいる前でそんなことを言ったりとか、まあ、だいぶそのくずかったと、いう暴露を、まあ、麻耶さんが動画でしたんですね。はい、っていうところでですね、小林麻耶さんが海老蔵の暴露専門チャンネルを始めたかと思えば、今度は、まあ、今流行りの、東谷さんのガーシーチャンネルとコラボをしてですね、ガーシーとこう共闘というか、こう手を組んで、仲良くやりましょうみたいな感じでガーシーと手を組んだかと思いきや、なんか結局、
元その旦那、離婚していた元旦那である宇宙ヨガインストラクターの国光さんと結局なんか再婚する、再婚しますっていうことになって、でも結局その自分のお父さんにはその絶縁されましたって言って、でも私たちこれからまた再婚しますって言って宣言をしてですね、で海老蔵の暴露を行っていたその海老蔵暴露チャンネルに上がっていた動画を全部削除するという感じでですね、はい、っていう感じになりました。何がしたいんだタココラ、おい小林前、お前何がしたいんだタココラ、なちょっと待って、あのね、まあ順々に整理していきましょうか。まあまず海老蔵が、まあ、ブログやら YouTube チャンネルで、自分はこうなんて子煩悩というか、がっつり子育てやってますせ、いいパパですせアピールするようなことを、で奥さんのことを愛していましたよみたいな、ことをね、まあ、小林真央さんのがの闘病中もですね、ブログなりなんなりで発信してしたりだとか、お亡くなりになった後も、まあ、いいパパアピール、いい旦那アピールみたいな、真央はいつも心にいるみたいなねアピールをしておりますが、まあ、そんなね、そんなのは、まあ、要はキャラクターというか海老蔵がクズなのはもうみんな分かってる、みんななんとなく分かってる、百も承知だからまあだからマヤさんの暴露もまあでしょうねやっぱそうなんだでしょうねっていう感じですよね、はい、っていうところで、まずマヤさんの暴露は、まあ、そんなに意外性がないというか、やっぱそうなんだっていう感じのあれで、まあ、そんなに意外性はないっていうのと、まあ、まずそれがまず一つあって、でもまあおそらくは、まあ、マヤさんの精神状態がどうであれ、お心の病気なのか何なのか分かんない、まあ、もしかしたら正常かもしれないんだけども、まあ、マヤさんがね、壊れていたとしてもいなかったとしても、まあ、海老蔵に対する恨みみたいのはやっぱあったんだな、それはな、まあ、実際にお姉さんもね、真央さんが苦しんでいる姿もかなり近くで見ていたりとか、あとなんか自分にこう金銭的な被害があったようなこともなんかちらっと言ったから、だから、まあ、海老蔵に対する恨みは確かにそこにあったんでしょう。でまあもうなんか言いたかったんだな、もうこいつは、ね、こんないいパパアピール、こんないい旦那アピールしてますけど本当はクズなんですよっていうのをみんなに知ってもらいたかった。まあ女性ならではと言いますか、まあ女性ってそんなことしますよねっていうところで、まあ言いたかったんだろうな。でまあ暴露チャンネルが今 YouTube で流行ってるもんだから、まあちょっとやってみたんだろうね。で暴露して、でまあこう周りが大騒ぎしてですね、まあ、それこそ自分のお父さんにもこういろいろ言われたりしてですね、まあでもある程度行ったところでちょっと気持ちが落ち着いたのかな、ちょっと気持ちが落ち着いて、はあ言いたいこと全部言った、せいせいした、じゃあ動画消そうっていう感じなのかな、なのかなっていうところで、まあで、まあ、旦那さんとも再婚してもうはいこれでもおしまいみたいな感じになってたのかな、なった感じがするな、はい、なのかなと僕は思いました。はい、何がしたいんだタココラな、おい小林前やこら、何こらタココラ前、何がしたいんだタココラ、まあ、紙面飾ってな、何こらタココラなという感じでまあですね、まあ私たちはただの一般のオーディエンスでございますので、まあ一連の小林真弥さんがね配信した情報とかには楽しませていただきましたが、ただね、こういう言い方はちょっとすごい良くないかもしれない、良くないかもしれないけど、まあどうなんだろう、多分真弥さんと旦那さんは僕の動画を多分見ていると思うので、まあ、一つ僕からアドバイスがあるですけれども、まあ聞く耳をね、まあ、ちょっと持ってほしいんですけども、真剣に小林真弥さんの話を聞いてる人もいるとは思いますが、多
ックの方はね、多分半分以上の方はマヤさんのことを動物園の動物というか珍獣と思って見てる人もいると思うんだよな。そのアルマジロとかさ、コアラとかさ、なんかそのすごい珍しい動物を見る感じで、あなたの動画を見てる人もいると思いますよっていう。なのでですね、あんまり俺は、多分ね、マヤさんはすごいね、純粋すぎる方だと思うんだよね。で、純粋すぎる方だと思うんで、配信っていうの、 YouTube の動画活動とか何か自分から情報を発信するっていう活動はですね、あんまり向いてないように思える。まあ本当に、まあそれでも別に止める権利もないしね、誰かね、どんな人だって別に SNS なら YouTube やっていいんだけど、ただやることによって自分とか旦那さんが笑いものになるというか、まあ、変な目で見られる、変な目で見られたりも実際してると思うんですよ。っていうところで、まあ、ちょっと、YouTube やら SNS とちょっと距離を置いた方がいいんじゃないかなって僕はね思うんですよね。僕 YouTube 長いんで、9年もね YouTube やってるし、もっともっと長くから配信活動をやってるんですけども、インターネットで何か情報を発信するのにはすごい向いてない性格なのかなって僕は思うんですよ。なので今後、はい、マヤさん、YouTube また SNS の取り扱いにはですね、十二分に注意してください。はい、っていう感じですかね。はい、まあ柴田が小林真弥さんの暴露騒動にですね思ったことをちょっとお話ししました。はい、お疲れ様です。バイバイ。明日は切らずにいられない。